勝手なアラミです。今日は保護犬を迎える前に知っておきたかったことについてお話ししていきたいなと思います。ちなみにアラビ一回も映ってないからね。あそこ、あ、ワンちゃん迎えたいなって思ってる方、私を迎えたいなと思ってる方の中には保護犬っていうのが選択肢の中に入ってる方もたくさんいらっしゃればいいなと思うんですが、実際団体さんに聞いてもやっぱり本当に知りたいことじゃないことだったりだとかっていうところがね返ってくることが多いと思うんで、実際に迎えてみてどうだったかっていうのをねセキララにお話ししていきたいなと。いた、いた、あ大きさになるかがわからない。これはトイプードル、トイプードル、ダルメシアン、ダルメシアン、ゴールデンならゴールデンって犬種が決まった子は大きさが、はあ、なんとなく予想できるかなと思うんですけど、プラウちゃんみたいにお父さんお母さんが何のワンちゃんかわからない子っていうのは将来どれぐらいまで大きくなるかわかりません。もともとプラウちゃんも10キロちょっとぐらいの予想だったんですよ。まあちょっと大きめの小型か中型犬ぐらいかなって言われてたんですけど、大きくなってみると20キロを超えました。なのでそこも視野に入れて迎えれるのかどうかっていうのを考えてみてほしいです。保護犬っていうのは一度や二度人から捨てられたワンちゃんが多いです。思ったより大きくなったから20キロ超えたらちょっとなっていう方はね、もう一回保護犬っていう選択肢もう一回考えて見直した方がいいのかなと思います。2つ目、持っているトラウマの数が違うのかなと感じております。うちはまひなちゃんとプラウちゃん、この2人が保護犬です。まひなちゃんは一人になることをとっても怖がる子です。このトラウマ多分ね前のお家で何かあったんだろうなって、今からねこの画面の上の方に出てると思うんで、マナちゃんのことどんなかなって思った方だったり、初めて見た方は見ていただけたら分かりやすいかなと思うんですけど、マナちゃんは一人になるのがとっても怖いというトラウマを抱えております。プラウちゃんはもうこの世の中の全てが怖い、お家以外兄弟以外ママとパパ以外とっても怖いって思ってます。これはこの子たちがもともとどんな環境にいたのか、プラウちゃんはもともと野犬だったので人が怖い、車が怖い、他のワンちゃんが怖い、他の生き物が怖い、大きな音が怖い、初めて見るものすべて怖い。マヒナちゃんは前のうちの環境によって一人になることをとっても恐れてしまっています。これはどのワンちゃんも苦手なものって絶対あるんですよ、一つや二つは。でも保護犬はそれがちょっと大きい、頑張って克服できるかなっていうのよりはとっても大きいトラウマを抱えていることがとても多いです。3つ目、保護団体さんについて詳しい方であんまりいらっしゃらないと思うんですけど、保護団体さんによってはトライアルの期間があったりだとか審査があったり、ある団体さんが多いです。先住犬はいますか、先住犬いたら避妊手術終わってますか、去勢手術終わってますか、障害変える環境ですかだったりとか、とてもね質問があると思うんですけど、そんな中で自分のライフスタイルに似合った子が見つけられる、これはね保護犬のとってもいいところだと思います。例えばお家を空ける時間がとても長いってなったらね、パピーって1日に3回4回ご飯細かく分けてあげるんですけど、それができない、排泄の回数が多いからそんな何回も何回もトイレに連れてってあげられないっていう方でしたら、もうね体の大きさがある程度決まった成犬、もっと言えば平田ぼっこゆっくりしたいなとかっていうライフスタイルを考えている皆様はシニア、ワンちゃんのね選択肢に入れられるので、その辺はねいいところなのかなと思います。保護犬のだってショップとかブリーダーさん結構小さい子が多いさ、だからねちょっとパピーは今からは大変だなって方はねシニアだったりね成犬の子もたくさんいるから、それはね保護犬のとってもいいところだと思います。次4つ目、赤犬は少し心を開くまでに時間が上がる子が多いのかなと感じております。
他の保護犬の皆さんがどうなのかっていうのは分からないんですけど、うちは2匹とも心が開くまで、打ち解け合えるようになるまで少し時間がかかってしまいました。だからね、これはね、まあ、どのワンちゃんでもそうだけど、お互い飼い主側も心開いて向き合ってあげたらね、そんな大きな問題じゃないのかなと私たちは感じております。最後5つ目、どんなワンちゃんに成長するのかがわからない。さっきもお話ししたと思うんですけど、どれぐらい大きくなるかわかんないよって言ったと思います。これも楽しみの一つだと思います。例えばアスチェンだったら、男の子だったらこれぐらいの大きさかなって、だいたい30キロ前後かなってわかるじゃないですか。英国ゴールデンだからこれちょっと茶色くなってもこれぐらいなのかな、マネちゃんダルメシアンだから、まあ、大きくなってもこれぐらいだろうな、小さい子はまあこれぐらいかなって予想ができると思うんですけど、保護犬ブラウちゃんみたいな野犬の子、何の血が入ったかわからない保護犬はどれぐらい大きくなるのかがわからない、どんな毛色になるのかがわからない、どんな目の色になるのかがわからない、どんな毛質になるのかわかんない、これがねとっても楽しみなんです。フラちゃんも実際小さい時からね、色も変わったし模様も変わりました。もちろんね、お耳の色も変わったし、思ったより足長くなったしねこれなんて言うんだろう、似た子がいない。フラちゃんは兄弟でも全然違う兄弟と生まれてますし、我が家に来てくれる保護犬は果たしてどんな子なんだろうって生活しながら一緒にワクワクしていくこの感じ、これはね保護犬にしかないものなのかなと思います。これマジで好きこんな感じで今5つお届けさせていただいたんですけど、このご時世保護犬っていうのがとっても増えてます。そんな中で保護犬迎えたいなって思ってる方いらっしゃると思います。そんな方におすすめできるかどうかっていうのをね、言わせていただくと、一筋縄で行く子は少ないっていうイメージかな。ブラウちゃんとアースちゃんではしつけの仕方も全然違いましたし、できるようになるまで、できるようになるまでは早いんだけど、飼い主を信頼できる人って認めてくれるまでがちょっと長かったかな。俺もずっとワンちゃん飼ってるさ、うん、沖縄にいる時からずっと飼ってるって言うでしょ。ブラウちゃんは迎えてきた中で一番心を開いてくれるまでに時間かかった。ね、2年ぐらいかかったんじゃない、ね、1年半から2年ぐらいかかって、今でこそやっと自分たちのアイコンタクトを取ってくれるだったりとか、コマンドが通じる、言いたいことが通じるって今でこそやっとですけど、来た当時はね、もうカーテンの裏で縮こまって目合わせるのも嫌。マイナちゃんも今ねこんな我が家のボスみたいになってますけど、来た時はねやっぱ飼い主に寄ってこない、なかなか心を開いてくれなかった。これが問題ないやって、そんなワンちゃんでもしっかり時間とって向き合ってあげられるよ、また思ったより大きくなっても大丈夫だよ、それでも関係ないよ、オンリーワンなワンちゃんがいいっていう方、あとね保護犬はちょっと口が出てしまう子が多いです。これは過去に怖い思いをしたから、攻撃の紙っていうよりは自分を守るために攻撃を出してしまう子がいるので、それでも向き合ってあげられるよって、もう二度とこの子たちに悲しい思いはさせないよって自信のある方、ね、とってもおすすめだと思います。で心開いてくれさえすれば、保護犬だからブリーダーさんから来たからショップから来たからってそんな大差がねないのかなと思います。ね、開くまでは長いけど、開いてしまえばもしかしたらプラウちゃんは飼い主への信頼はこの3匹の中で一番強いのかもしれない。今強いと思う、ね、一番怖いものがあったとしても飼い主がいればママかパパがいれば大丈夫だよって一番強く思ってくれてる犬種かもしれません。なのでこの動画見てどうかなと思った方、今お話しさせていただいたことに自信がある方はぜひ保護犬も視野に入れてみてください。まとめると、保護犬でもショップから来た子もブリーダーさんから来た子も全部可愛いうちの子が可愛いのは間違いない今日お届けさせていただいたのはハジャルドッグのアラビでした。あつかん。バイバーイ。おいよー。保護犬ってのはトラウマが多いってお話しさせていただいたんですけど、そんな子はまだ人が慣れない、人になれない、車の音になれない、大きい道路になれない、
お散歩中一生懸命訓練してます。そんなワンちゃんをどうやって見分けるかっていうとね、黄色いバンダナだったりリボンをつけてるワンちゃんがいれば、それはねイエロードッグプロジェクトって言って、今お散歩訓練中ですよ、人慣れ訓練中ですよっていうワンちゃんですので、そういうワンちゃんを見かけたらそっとしておいてあげてください。いつの日かその子がリボンが取れる日が来たら、その時に思いっきり遊んでみてください。だからね、どうしようかな、大丈夫かな、散歩行けるかなと思った方も、イエロードッグプロジェクトっていうのがあるので、怖い時はね、うちもよくバナナつけてお散歩行くんですけど、そうするとね、分かる人はね分かってくれるから、自転車も避けてくれたりとか、車も減速して通ってくれたりするんで、これも保護犬も変えるハードルの一つ。まあこれまた動画にしようか。うん、まあ、そんなこともあるんで、そんなに大きな心配はないと思います。